シリーズ最終日は天気に恵まれました。 G3 オールレディース第39回宇都城決定戦、水面上迎えるカードは優勝戦第12レース。対戦メンバーは1号艇高田光、2号艇田口節子、3号艇岸恵子、4号艇三浦恵里、5号艇雲野ゆかり、6号艇岩崎芳美、以上の6選手が争います。1号艇高田光がインコースに構えていきます。連日の白星、ここまで5勝オール3連敗中です。人気の中心1号艇高田、隣2コース2号艇の田口節子構えていきます。順位はコンマ03スルドイスタートを決めています。2号艇田口、3コースは3号艇岸恵子です。3号艇岸、3日目から0台のスタート、勝ち星並べています。4号艇の三浦恵里、4コースの角、2勝オール3連敗中です。5コースは5号艇の雲野ゆかり、3日目と4日目白星上げて現在の通算勝利数は1997、大外6コース6号艇岩崎芳美です。四国地区戦に続いて地元2連続ファイナル進出、枠番通りの3対3と分かりました。進入インから1番と番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。センターから3号艇の岸、わずかにいいスタート、一周しまく。1号艇の高田が逃げる。1号艇高田、3号艇の岸、3号艇岸まくりに来ますが、逃げる1号艇高田、バックストレッチに入って3艇身4艇身5艇身とリードを取って単独先頭。3号艇岸の内からも6号艇の岩崎やってくる。4号艇ミラ、後方は2号艇田口、5号艇の雲野ゆかり。スタートは正常でした。一周にマーク。1号艇高田、3号艇岸の外から6号艇の岩崎、内からも2号艇の田口、スタンド前単独になって3号艇岸恵子、3番手最内からは4号艇のミラ、外6号艇の岩崎、間2号艇田口ですが、4号艇のミラが時計前、1艇身半2艇身リードを取って3番手6号艇岩崎、内からは2号艇田口、2周1マーク。2号艇田口が小さく待っていく、握っていきました。4号艇のミラ、バックスレッチ、4号艇の三浦が3番手、4番手は6号艇の岩崎、後方2号艇田口と5号艇の雲野ゆかり、1号艇高田がぐんぐんリードを広げて2周2マークの旋回です。単独の2番手は3号艇の岸恵子、2周2マークラスタンド前、3番手4号艇の三浦に接近、6号艇の岩崎かわす、4号艇の三浦、内から6号艇の岩崎、さらには2号艇の田口もじわりと定冠差を詰めてきますが、時計前2艇身2艇身半リードを取って3番手は4号艇の三浦、最終周回1マーク。1号艇高田、3号艇岸、3番手4号艇の三浦が守っています。6号艇の岩崎が内、外からは2号艇の田口ですが、最後のバックスレッジもう一度リードをつけての単独3番手は4号艇の三浦、4番手争いとなっています。6号艇岩崎、2号艇田口、最後方5号艇の雲野ゆかり、ラストターンマークの旋回。1号艇高田、今シリーズ6勝オール3連敗でフィニッシュ。これで鳴門は3回目の V ゴール、今年は初、通算7回目の優勝へ。3号艇の岸は2番手、3番手4号艇の三浦、先頭は1番の高田、ゴール優勝。3番岸、4番三浦、6番岩崎、2番田口、ラストは5番の雲野ゆかり、ゴール。